英国総督最後の家は2017年のイギリスインドの歴史ドラマ映画。グリンダ・チャーダが監督を務め、彼女とポール・マイダ・バージェス、モイラ・バ・フィーニが脚本を担当している。ヒューボ・ボネ・ビルが主演を務め、ジリアン・アンダーソン、マニシュ・ダ・ヤル、フマー・クレイシー、マイケル・ガンボンが共演している。第67回ベルリン国際映画祭、正式出品作品。 2017年3月3日にイギリスで公開され、インドではパーティション1947のタイトルでヒンディー語吹き替え版が8月18日に公開、9月1日に世界で公開された。パキスタンでは上映禁止となった。1947年第二次世界大戦で疲弊したイギリスは300年間支配してきたインドの主権以上を決定し、 独立を円滑に行う使命を帯びたルイス・マウント・バッテンが最後のインド総督として着任する。彼が居住する総督官邸では500人の使用人が総督一家の世話を行っていた。総督官邸に勤める友人ドリープの紹介で使用人になった元警官ジートはマウント・バッテンの娘パメラの秘書として働くアーディアを見かける。ジートは警官時代に出会った 囚人アリの世話をしており、彼の娘であるアーリアに思いを寄せていたが、彼女にはアリが決めた婚約者がいた。マウントバッテンは円滑な主権以上を目指して行動を始めるが、側近たちは円滑なインド独立を悲観視していた。インドでは人口の大多数を占めるヒンドゥー教徒が望む統一インドの独立と、 少数派となるムスリムが望むパキスタンの分離独立で意見が分かれていた。マウントバッテンはインド国民会議のジャワハルラールネルー、全員インドムスリム連盟のムハンマド・アリー・ジンナーと相次いで会談するが、二人は意見を曲げず、マウントバッテンの望む円滑な独立交渉は思うように進まなかった。独立運動指導者の一人マハトマ・ガンディは分裂を防ぐために、 ジンナーを統一インドの首相に任命することを提案するが、ジンナーは提案を拒否し、ネルータチ国民会議の幹部も反発してガンディは孤立する。会談の様子を聞いた、使用人たちの間でもヒンドゥムスリムの対立が深まる一方、アーリアはジーとの求婚を受け入れる。独立交渉が進まない中、パンジャーブで大規模な暴動が発生する。多数の死者を出した暴動は、 デリーにも波及し、ムスリムであるアーリアも自宅をヒンドゥー教徒に襲撃される。暴動がインド全域に拡大する中、マウントバッテンは混乱を止めるため、インドパキスタンの分離独立を決断する。総督府と独立運動指導者たちは、ムスリムの人口が多いパンジャーブとベンガル地方の分割協議をはじめ、総督官邸の使用人たちもそれぞれインド人。 パキスタン人の道を選択していく。アーリアは襲撃された父の身を案じて、パキスタンを選び、ジートと別れて婚約者と共に、パキスタンに向かう。ヒンドゥー教徒のジートは、インドを選び官邸内の引き渡し準備に取り組むが、アーリアの乗った列車が襲撃され乗客は全員、死亡したという知らせが入り、彼は泣き崩れる。マウントバッテンは、パンジャーブ。 ベンガルの分割協議をまとめたシリル・ラドクリフから報告を受けるが、その際にチャーチル戦時内閣の機密文書を渡される。そこには1945年の時点でイギリスがジンガーにパキスタンの独立を承認していたことが記されていた。激怒したマウント・バッテンは文書を所持していたヘイスティングスイス名を問い詰め、イス名はソ連の脅威に対抗するため、 幼少であるカラチを確保する必要があったと返答する。自分がパキスタン分離のために利用されていたことにショックを受けるマウントバッテンはさらにアーリアを失い絶望したジートに混乱の責任を求断される。混乱の中、インドとパキスタンは独立し人々は歓喜の声を上げる。しかしパンジャーブとベンガルの分割が発表されると それぞれの国へ向かおうとするヒンドゥー教徒とムスリムの難民が発生し、薬病や飢餓宗教対立の報復により大量の犠牲者を出してしまう。ニューデリーは難民で溢れ、マウントバッテリーやネルは対応に追われる。難民の中には襲撃から逃れたアーリアがおり、彼女は難民の世話をしていたジートと再会する。監督と 主要キャスト2015年4月30日、ヒューボ・ネビルとジリアン・アンダーソンが英国総督最後の家に出演することが発表され、同時にグリンダ・チャーダが監督、彼女と共に、ポール・マエ・ダ・バージェス、モイラ・バ・フィーニンが脚本を担当することも発表された。映画は1947年のインド・パキスタン分離独立と総督官邸内の生活を軸に展開する。制作費は、 パテと BBC フィルムズが共同出資している。9月1日には、マニシュダヤル、フマー・クレイシー、タンビー・イル・ガニー、デンジル・スミス、ニーラ・ジカビ、オムプリ、リリー・トラバース、マイケル・ガンボン、サイモン・キャロウの出演が発表された。8月30日から、インドラ・アジャスターン州ジョードプルで主要撮影が始まり、8週間かけて撮影された。チャーナは映画をアップステアズ、 ダウンステアーズから見た、インドパキスタン分離独立と説明している。彼女は、歴史的な面からの批判に対し、ダイエート書館で発見された、機密文書をもとに書かれた、ナレンドラシンサリラの著作、ザシャドウオブザグレートゲームザアント t ルドストーリーオブインディアエスパーティションを引き合いに出して反論している。パキスタンの作家ファーティ・マブットは、映画を、 分離主義者の奴隷的なパントマイムと批判した。チャーダはこの批判に対して1947年の分離独立に関するこの映画について自由への闘争を無視することはなく祝福していると反論している。ロッテントマトズには73件のレビューが寄せられ支持率71%平均評価6、0となっている。ニューヨークタイムズはたっぷりの歴史を 流れや興味を犠牲にすることなく、コンパクトな上映時間に詰め込んだ映画と批評している。ワシントンポストは映画を教育的でメロドラマティックと表現し、映画は歴史における複雑な時代を作り上げるという困難な仕事を成し遂げたと批評した。ガーディアンは映画のクライマックスについて、ウィンストン・チャーチルとイギリス政府の作望により、パキスタンが分離独立したという描写が、 客観的資料の裏付けもなくされた点を批判している。ありがとうございます。